ブーマとはゲノムコーポレーションによって開発された人造人間である。突如として起きた大地震により都市機能を失った東京は彼らによってゲノムシティとして蘇った。だがそれは同時に粗悪な改造ブーマによる暴走事故や凶悪犯罪を招く結果ともなった。それら多様化するブーマ犯罪に対処すべく創設された組織をアドバンスドポリス AD ポリスという。シークエンス N 発生、 AD ポリス出動せよ。それとも悪魔か、機械仕掛けのガラスの人形、抱いてもすぐに消えうせ、時計仕掛けの歪んだ空間、素敵で素敵な君は誰。ゲノム社の警備班から提供してもらった映像だ。パッカーのいつものやり口じゃないわね。派手すぎるわ。こんな穴いつ掘ったの？爆発した高架道の地下には宇田川の増水分を相模川に流すための地下道水路の貯水池があった。コンテナ車をそこに落としたんだ。コンテナはゲノム特製のもので、反応弾の直撃にも耐えられるように作られているそうだ。だからこれくらいの爆発ではびくともしないことを知った上で計画を。お？ハンスじゃない。やあ皆さん、真面目に勤務してらっしゃいますか？もう大丈夫なの？ずいぶん早かったので。ホセがあんなことになっちゃったじゃない。もう気が気じゃなかったんだから。もう現場に復帰してもいいのか？はい、ご心配おかけしました。でも、ほら、この通り。
期おめでとう。なんか悪いもんでも食べた？え？だって君から握手を求められるなんてね。うん。ああ課長、ご心配をおかけしまして。退院おめでとう。早速だけど必要なデータは手元に落としてすぐに現場に急行してちょうだい。もちろん全員よ。了解。了解。仕事だから我慢しなさいよ。でも私たちゲノムの遺失物係じゃないでしょ。紛失してしまったコンテナ車の積み荷は最新鋭のブーマだって言うんだから、ブーマだったら私たちが出るしかないわよ。なんかすっきりしないな。病院も薬臭かったけど、こういう匂いも嫌なもんだね。あのさ、なんか僕が気に入らないことでも言ったのか？握手求めといて、今度はあんまりね。そんなことより仕事だろ。ケンジがこんなに勤勉だったとは知らなかったな。見てみろ。なんか相当でかいもんが通ろうとしたんだろうな。例えばコンテナとか。でしょ、ケンジ君。ハンスが危なかったからそちらに気を取られただと？分かってないようだな、ケンジ。どっちだ？遅い。パートナーを助けるべきか、コンテナを追うべきか、お前は迷った。現場じゃ一瞬の迷いが命取りになるってことを忘れたのか。ハンスが入院してからずっと詰めてたから疲れたんでしょ。別名があるまで捜査から外れてもらいます。こちらカレン、報告にあった例の傷を発見しました。厚木ポイントだそうだ。カレンが潜ってるのがこのラインでしょ。ああ、まったく整備された下水ってのも困りもんだな。どこにでも通じてやがる。
でも案外近いところに顔を出すかもよ。最新鋭のブーマなんて国内で簡単に売りさばけるはずないわ。当然国外に持ち出そうとするでしょう。でもこのラインは港には通じてない。となると空港か。どうかした？今日の検事変よ。俺が昨日までの俺じゃなかったらどうする？どういう意味？今の俺は偽物で。検事に偽物も本物もないわ。この二つってどっちが偽物？どっちも本物よね。ここでどう感じるかじゃないかな。心に響く音と響かない音の違いがあるだけ。ケンジだってそうでしょ？あなたのここがどう感じるか、それが大事。偽物も本物もないわ。リアムは空港なんですね。そうだ、奴に感謝するんだな。おかげで自宅待機の前にも出動命令が下ったんだから。すぐに突入しましょう。バカ野郎、そうやって大混乱を起こして奴を逃がしてやるってのか。くだらないこと考えないで早く来い。さっきはすまなかった。やっぱり悪いもん食べたんだろう。君が素直に謝るなんて気持ち悪いぜ。電磁探査に反応。ブーマを確認しました。304便です。よし、突入だ。
君は。エディポリスの皆さん、ここまで追い詰めていただいて、本当は私としても捕まって差し上げたいのですが。だったらさっさと出てきなさいよね。そんなことメイスンが許してくれません。私も今回ばかりは失敗するわけにはいかないんです。というわけで失礼させていただきますよ。邪魔をなさると乗客の方々の命の保証はできかねますので、あしからず。ではではじゃねえ。ハイジャックだ。任せなさい。何が起きたんだ。やっぱブーマ用は効くな。でもちょっと効きすぎたみたいだよ。仲良く始末書ってわけ。そうみたい。ケンジ、いくらなんでも無茶しすぎだぞ。一歩間違えれば大惨事だ。いや、一歩じゃなくても惨事には違いない。失礼。聞いてるのか？な、はい。ゲノムの連中ってのはハゲタカだな。俺たちが蹴りつけるとすぐ飛んできやがる。直ちにコンテナを回収しなさい。我々には捜査よりも優先する権限が与えられています。 AD に邪魔はさせません。さあトミー、分かったでしょ。私コンテナ回収の総責任者なの。ゲノムコーポレーションの。どういうことだ。こういうことよ。一体愛してるわ。何があろうとも、あなたが誰であろうとも。ん？あれはゲルムの総責任者じゃないか。ハンスのやつ知り合いなのか。倉田班長、犯人の中にリアムがいません。なんだと。その代わりに消防隊員の死体が。さっきのやつだ。ケンジ、どこ行く？教えてくれ、僕は。来い、イーアムが逃げやがった。
何でもない。リアムはまだ空港内にいるんだと、しっかりしろ。ケンジ、君は僕の何を知っているんだ。お前が俺の相棒だってことだ。相棒に何かあったらただじゃおかない。たとえ相手がゲノムだろうがな。詰められたリアムは死に場所を求めるように反応路の路心へ逃げ込んでしまう。この街を道連れにしようというのか。運命を呪いながら醜く変貌していくリアム。そして彼が僕ハンスに最後に告げた驚くべき真実と。次回エディポリス、お楽しみに。はあ、一体どこまでヤバいんだか。